どうも、MT ピッコナです、今回はですね、栃木県と福島県の県境にある、那須岳にこれから登っていこうと思います。で、今回は、ケロリン山岳部のですね、サチウスイオシンと殺し屋の石ころですね、それと出雲の人ですね、この4人のパーティーで、今回登っていきたいと思います。それでは行ってきます。ちゃんとさっき薄そうに編集しとくから。おお、もうなんか景色は早速いいんだね。すごいよ、綺麗だね。うん、曲線のなんていうかカーブしてる部分すげえ綺麗だね。君にも物の美しさとかっていうのが分かるんだね。心は汚れてるのに。汚れてるからこそ分かるんだよ。あ、汚れてることは認めると。まあね、それ認めていくっていう気持ち大事だから。何その顔。ほら、花が綺麗だよ。あ、美しい。山の神。山の神ですね。なんか那須岳って、もちろん百名山なんだけど、この山域のことをなんか。那須連山、この総称をなんか那須岳っていうみたいで、あの百名山って言われてるのは主峰の茶臼岳っていう山、が、まあ、なんか茶臼岳、まあ、別名が那須岳みたいな、感じなんです。赤城とか八ヶ岳とかと一緒。ああ、なるほどね。不幸を起こす人と問題児がいるんだから入れといた方がいいんじゃないの。業が深い。うるせえ。嘘でしょ。もう疲れた。疲れたね。いや、この4人で登るの久々じゃね。これ、何体さん以来でしょ。何体さん以来か、以来か。今まで登った山で一番きつい。やばくない。今日寝不足気味なんですよ、ちょっと。寝れなかったな。全然寝れなかった、なんか。もう布団に入ったのはめちゃめちゃ早かったんだけど、なんか寝れなくて。あー、辛いパターンだ。汗やばいよ。でも靴のせいです。人見てますよ。あの人なら気持ちわかりますか。なるほど。いいです。なんか問題があればこの人に聞けば、数々の経験してるから。なるほどね。あ、ちなみに今何の草生えてるの？今俺、ノース。つまりノースのせいにしちゃったことか。いや、俺が悪い。まあそうだよね。お前ノースフェイス的に回したらあれだよ、やばいよ。こんな辛い山登ったことねえよ。まあ、睡眠不足は良くないってことです。そういうことだよね。気をつけて。前の常年の時はさ、もうなんだこいつ超レビューアップしてるじゃんみたいな。でさらに走り込みをしてんでしょみたいな。叶うねえよと思ったけど、これですよ。安心した。安心したでしょ。そうね。帰ってきた。
あ、ちなみにおしんさんが副部長ですから。ああ、役職ね。役職です。石ころは役職なんの？いや、朝日でしょ。朝日なの？汚れそう。ってことは俺があれか、キャプテンか。君はボッカだ。ボッカ、それ手のいいパシリやねん。それかっこいいね。かっこいい山だいね。なんかあの雲のかかり具合が絶妙だいなこれ。いいやね。もうやっぱカメラを職業柄気にするんかい。おい気をつけろ。早速やらかしそうになってたぞ。あっちいな。もうなんかここ開けて綺麗だね。小屋も見えるわ。ああ。あれか。うん。いい感じじゃん。今日は暑いもんな。夏に弱いから私は。衣がね、ちょっと衣が分厚い関係があって。衣がちこれ。あの私の衣がちょっと年単位なんで。ああ。めっちゃ綺麗だよな。やばいよこれ。撮影に夢中で見てなかった。綺麗な。何あれ。やばくない。これ結構サムネに使うんじゃね。うん。これすごいよ。この景色はすごい。登り始めの頃はおしんはこういう花を見るとちょっと待ってくれとかっつってこうやって写真撮ったりとかしてたのに、もう見向きもしませんよ。ああやって人の心っていうのは進んでいくんですね。ああ、もう美しいものとかを見ても美しいと思える心の大事さ。うん、ここに残してよ。なんか言ってるで。進んでしまったな。あるよ、なんか。どうですか？綺麗？そのお花。まあ、まずつぼみだからね。これから素敵な女性になっていくんじゃないかな。行こうか。うん。雨降る前に行こう。うん。今の発言はちょっと山の神に山の神のあの気に触れたかもしれない。もうこれやべえよ今の。めっちゃ気持ちいいなここの道。すごいな。こうやって登ってすぐさ、うん、こんだけ開けるっていうのがすごい気持ちいいよね。気持ちいいね。普段はさ、なんか2時間駐輪帯歩いてみたいな、うん、あれ、まあ、開けるとかだけどさ、うん、登ってもう 10分くらいじゃないですか、こんな感じで、うん、ほんとすぐだったもんね。うん、これはなかなかいいよね。いいね。テンション上がった。あ、小屋見えた。近いな。ミネの茶屋だね。ここもすごいね。綺麗だね。雲海もめちゃめちゃすごいし。
45分くらいかね。ミネの茶いいペースだ。表情タイムも50分だからまあ、うん、なんかすごいいいよね。こんだけ簡単に登れて。あ、見てあそこほらガス、ガスっていうか本当だ。活火山らしいからね。何よこの景色やばいよね。こっちもかっこよくない？これこれ、うん、すごい綺麗。百名山踏みに大丈夫か。なんかガス出てきてるけど、あんまりちょっと不用意な発言はやめてくださいね。本当だよ、気をつけろよ。噴火しちゃうから。さっきもうちょっとあの山の神の尻尾踏んでるから、あれね、そういう類のやつね。でも今日はなんか殺し屋もいるから、あんまり不用意な発言したらちょっと彼にどうにかしてもらって。そうだね、得意のスナイプで。どこだと。どこ。じゃあ、ところどころ休むとこがあって。うん。なんか結構ちっちゃい子供もいたからさ、うん、ファミリー向けなんかな。これ、ティーシもさ、うん、めちゃめちゃ楽しんでたよね。来れないこと。そうだね。あのグループラインの哀愁がやばいんだけど。やばいね。ティー君だけ。うん。しかも誰よりも反応が早いから、ね、自分いけないのに。なんだこいつら。誰かこいつをなんとかしてくれ。いや、いい絵が撮れたな。綺麗な雲海すごいね。あ、ロープウェイもすぐそこなんだね。ん？左行くとロープウェイだ。山頂駅って書いてある。ほんと近いね。こっちだね。あれか、あれか、結構あっという間だよ。なんかいいや。うん、なんか岡間口って書いてあったけど、なんで俺見るんだよ。誰が岡間よ。入り口見つけたじゃん。入り口こっから出てきたんだ。ん？こっから出てきたんだ。そういうことだね。イヤは生誕の地で。うわ、かっけえな。すげえ。あれ小屋だね。小屋かね。うん。ここやばいね。すごい景色。あっちもあの雲の影がかっこいいやん。ね。2000メーターない山と思えないよね。そうだ。すごい迫力。いやでも本当お手軽の山だな。これでやるだもんな。なんなら帰ってもいいまであるもん。わかる。確かに満足度は得られたね。いや満足度やばいねこれ。あれ下？ん？下よね。あれ出ちゃったかな。
ちょっとやっちまったかもしんない。やっちまったの。うん。ファイナルブラストしまったかもしんないね。あ、今はしないな。さっきめちゃめちゃイオン匂いしたけど。あ、次したらちょっと石ころに依頼するから。スナイプ。やべえやそら。あ、匂いが強い。自分のやつだそれ。自分じゃねえ、俺じゃねえから。自分のブラスト。違います。めっちゃ楽。1時間20分。早っ。すげえ楽だったな。貸して。はい。はい。日本百名山。夏だけ。あ、茶臼だけね。登頂。楽勝です。やれや。楽勝でしたね。あ、もう素晴らしいですね。本にもなんかあるよ。いいところ見つけちゃった。那須岳神社だって。はい、行きます。何枚か行きます。ちょっと時間に余裕があるから三本槍方面も歩いてみますかね、皆さん、うん、行ってみよう。お、やる気満々だよ。いや、超楽ちんだったな、ここ。これとりあえずあれだよね、茶屋のところの分岐まで行くんだよね。うん、茶屋、まあ、峰の茶屋から朝日岳方面に行くんだよね。一番最初のところでしょ、山小屋のところまで行って、そこから三本槍方面に行けばいい。あっち行くんだ。そう、向こうの、ね、小屋からね。こっちがあれだもんね、登ってきたんだけど。現在地で朝日岳の方行って、うん、で、三本槍か、ね、で、ボーンと、まあ、すぐだよね。うん、おしんの行いのせいで天候がかなり悪化しましたけど、ちょっと一応朝日岳の方まで行ってみたいと思います。すいませんね。いいだ、俺もお湯持ってきたパンだ。真っ白じゃねえか。やべえな、これあんな、これ早くビールと温泉欲しい。おしんさん、これ美しいね。よく売れた熟女のようだ。あれ、行きましょう。カメしてください。雨降るぞ、これ。やべえな、台風だこれ。大きな、よかったね。女性視聴者は敵に回ったね。コメント楽しみだな。ここ何ていうのかね、これ。なんだっけな。ほっかしらしてた。本当かおい。残念な、これ。綺麗だけどな、これ。すごいね、これ。ちょっと花びらが。花びらなの。すごいな、うん、変異種がポップコーンみたいになってる。え、本当だ。最後がポップコーンみたいになるのかな、うん、なんだろうね。あ、でもここにもポップコーンあるよ。本当だ、最後は飛ぶのかな。あ、もうなんか季節してすごい絵になる。
決めてやがる。平気平気です。声出てないけど。チャウス。何事かと思った。うわなんかかっこいい。うわ幻想的。幻想的だね。めっちゃすごい。これ気持ちいいね。ここあるかね。これなんかお手軽にこんな景色拝めるのすごいわね。うん、あれ怖いとこね。俺も今思った。あ、そんなでもないね。ね、脅かしかい。脅かしだこれ。なんだよ、びびらせやがって。まあでも落ちたら結構危ない。うん。いや、おい、気をつけろ。感覚がマジでマジでした。一番危ない人だから。演技いらねえかな。うん、そういういらないよ。振りかどっちか。ここちょっと怖いね。ああ、すごい。ああ、鎖はしっかりしてるかな。まあ、つまずかないようにやってる。うん、迫力満点。うん、すごいね。ちょっとこれは落ちたらやばいやつだ。あれが先だね。ん？ああ、めっちゃ人いるやん。ね、でもなんか要所要所に休憩ポイントいっぱいあって。ね。すげえ登りやすい。いいよね。助かる。あとちょっとだ。200メートルか。うん。400です、ね。うん。温度見るわ。19度。19度もある。あ、着いた。ここは虫がいっぱいいるな。いるね、ここだけ。あれか、あとか、朝日岳。チャウスから朝日岳重装ですね。早朝。へい、楽勝だよ。楽勝だね。楽しいね。うん、ちょっと低いんだね、こちらの標高が。うん、ね、那須連山主脈縦走線歩道。じゃあちょっと三本槍行かずに、ちょっと天候がこの後斜めになってくっていう感じなんで、まあ、主にこの人のあれですよね。うん、もうフラグ立ててたもんね。そうだね。この山をバカにしてね。そう。だってバカにしたのこれだからね。うん。何も足りないです。うん。ちゃんと謝る。どうでした。どうもでした。もう僕の気持ちも斜めです今。まあ、ということで、はい、帰りましょう。今回はここで。じゃあ皆さん、また次の動画でお会いしましょう。あ、じゃあ。
チャンスだけで一言。チャンスだけで一言。うん。チャンス。タグ。